五行思想、または五行説とは、古代中国に橋を発する自然哲学の思想。万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという説である。また、五種類の元素は、互いに影響を与え合い、その消滅生水によって、天地万物が変化し、循環するという考えが、根底に存在する。西洋の四大元素説と比較される思想である。 五造と五符。五行という五が、経典に現れたのは、諸教の天受経、後半の章であった。天受経編の五行は五つの星の運行を示すものとする説もあり、五元素を指しているかは不明である。一方、後半編の方は木、火、土、金、水であると明言され、五行を五元素として見ている。そのため、今現在の意味としての五行は、 後半編が最古であるとされている。また、後半編では、五行と五味を関連づけて解釈している。五行思想は、戦国時代の思用家広氏が創始した。音明説は五行説と無関係に古くから存在したのに対し、五行説は音明説よりも後からできたので、当初から音明説と一体であり、音明五行説と言われる。元素を五つとしたのは、 当時中国では5つの惑星が観測されていたためだったとも言う。語は四方に中央を加えたものであるとされる。それを明確に示したものとして、カトと楽書がある。どちらも中央に語が置かれた構造ではあるが、楽ョの場合は旧製図を構成した図となっている。その後も、左伝に語教、語節、語味、語式、語性が、国語に語味、語式、語性、 ご材ご感などの言葉が見られる。自然現象の色変化を観察し、抽象化された自然現象、政治体制、占い、医療など様々な分野の背景となる性質、周期、相互作用などを説明する5つの概念である。単に5種の基本要素というだけでなく、変化の中における個種の状態、運動、過程という捉え方もされる。 式の変化は五行の推移によって起こると考えられた。また、方角、色など、あらゆるものに五行が配当されている。そこから、式に対応する五行の色と式を合わせて、青春、春夏、白秋、幻冬といった言葉が生まれた。詩人、北原白秋の画号は、秋の白秋にちなんだものである。五行説と、 音妙説が統合されて、音妙古行説が成立した段階で、古行が混沌から対局を経て生み出されたという考え方が、成立して、古行の生成とその順序が確立した。対局が音妙に分離し、影の中で特に冷たい部分が北に移動して、水行を生じ、ついで火の中で特に熱い部分が南へ移動して、家業を生じた。 さらに残った陽気は東に移動し風となって散って、企業を生じ、残った陰気が西に移動して、金行きを生じた。そして、四方の各項から余った木が中央に集まって土行が生じた。というのが五行の生成順序である。そのため五行に数を当てはめる場合、五行の生成順序に従って、水行は生数が1で、整数が6、家行は生数が2で、 整数が7、企業は生数が3で、整数が8、金行きは生数が4で、整数が9、土業は生数が5で、整数が10となる。なお企業が風から生まれたとされる部分には4大節の影響が見られる。五行の色、式、方位を表した図。中国版の五行図。五行の互いの関係には、総称、総国、比は、総上。 愛穴取りという性質が付与されている。純送りに相手を生み出していく、火の関係。相国関連図。相手を打ち滅ぼしていく、影の関係。もともとは、相がちだったが、総称と、音が重なってしまうため、相国、相国となった。勝には戦って勝つという意味がある。国は、勝にある戦いの意味を強調するために刃物である、を、勝に付加した文字である。 同様に勝つに武器を意味する寸を加えた国を使うこともある。同じ気が重なると、その気は盛んになる。その結果が良い場合には、ますます良く、悪い場合には、ますます悪くなる。逆相国。穴取りとは穴取る相国の反対で反国する関係にある。乗りとは両軸する創国が同すぎて過剰になったもの。創国の中にも相生い,いがあると言える。例えば、 土は木の根が張ることで、その流出を防ぐことができる。水は土に流れを抑えられることで、谷や川の形を保つことができる。金は火に溶かされることで、刀や、ノコギリなどの金属製品となり、木は刃物によって切られることで様々な木工製品に加工される。火は水によって消されることで、一切を燃やし尽くさずに済む。逆に、あいおいの中にも倉庫がある。 木が燃え続ければ、火はやがてをえ、水が溢れ続ければ、木は腐ってしまい、金に水が凝結しすぎると、金が錆び、土から鉱石を取りすぎると、土がその分減り、物が燃えた時に出る灰が溜まりすぎると、土の処理能力が追いつかなくなる。神羅万象の象徴である五木の間には、相追い、相国の二つの面があって、初めて温当な循環が得られ、 五行の循環によって宇宙の永遠性が保障される。あよい創国には主体客体の別があるため、自らが他を生み出すことを、ええ、自らが他から生じることを、せ自らが他を国することを、ふん、自らが他から国されることを、濃と細かく区別することがある。中国の戦国時代末期の書物、両春秋は五行の創国の説を使って、 王朝の継承を解釈した。それぞれ王朝には五行のうちの一つの元素に対応した徳が当てられた。そして、その王朝の生殖もそれに対応して元素としてその徳の色になった。例えば、陰王朝の徳は金徳で、その生殖は白だった。前の王朝が衰え、新しい王朝が成立した時、 新しい王朝の徳が前の王朝の徳に勝ったことにより、前の王朝から中国の正当性を受け継いだ。例えば、周王朝の一徳は陰王朝の金徳に勝ったとされた。これは、数円の五徳説から発展した思想である。五徳説は、周の世を基準として、皇帝の世までを五行で解釈したものである。色を配したのは、漢詩王漢編からだとされる。また、 このごとくに順じて、王朝ごとに年首を変更していた。例えば、陰王朝は夏王朝の12月を、周王朝は夏王朝の11月を正月とした。五漢王朝以降、中国の王朝は五行の総国の代わりに、あいおいの説を使って王朝の継承を解釈した。例えば、隋朝の一徳は、唐朝の土徳を生み出したとされた。四季に、中央の どう加えた五期事例は、漢詩用漢変、四字変、五行変のほか、漁師、春秋十二期、来季月漁などが挙げられる。四字変から、実感の配当がなされ、度が、夏と秋の間に置かれるようになった。また、五行変では、各季節を72日間としている。五期事例は、ワイナンコ天文君、式季転換書、漢女律歴史に受け継がれ、発展してゆく。 日本では中世以来、危機の伝える神話を五行説で解釈しようとする動きがあり、それら諸説の中でも比較的有名なのは、人能政党記の説で、水徳の神が国瀬まずち村、秘徳の神が豊か、神帝村、貴徳の神がデード系村、砂徳系村、金徳の神が王の道道村、オートマ編村、土徳の神が重たるたける、高金村だとしている。 ミト学などの受学者の間で議論された。ありがとうございます。